構来るんですけど、うん、質問がシャドーイングのやり方を教えてくださいっていうのが結構来てですね、うん、やっぱりいろんな質問が来て、シャドーイングのやり方があれ違うぞこの子っていうですね質問、それシャドーイングなのっていうのが結構来るんですけど、うん、ちょっとやっぱり天馬さんにですね、そのシャドーイングのやり方を聞きたいなという。シャドーイングっていうのはなんかもう、そのシャドーイングという言葉だけが一人歩きしてしまって、人によってその意味してることが全然違うでしょ。そうなんですよ。なんか知らんけど、よく聞いてたらその本を読みながらこう同じように言ってるっていうか、ついて言ってるっていうのはね、結構それは僕らにしたらオーバーラッピングっていう。そうですね、オーバーラッピング。シャドウインではないんですけど。の方がいいな。シャドウインっていうのは基本的に音だけで、テキスト見ずに、聞いた音をそのまま影のようについて言っていくっていう、と僕は認識してます。そうです、僕もそう認識してる。だから、言ったら初心者の人たちには僕はあまりお勧めしないんですよ。そう、難しいんですよ。難しい。なんか、うん、結構来るんですよ。あまりそんな英語得意じゃないっていう人が、シャドウイングやらなきゃダメですかとか、シャドウイングやってますって言うんですけど、いやできないでしょ嘘って言うと、大体みんな読みながら、読みながら聞いたのを送れてっていう。だから読みながら言うのは別に構わないんだよね、うん、でもそれは、まあ、本来の意味のシャドーイングではないという。そうそうそう、僕最近なんかそういう 音読の関係で言うと、亀速リピーティングというのをおすすめしてます。何ですかその。でも亀速というのは、まあ、僕と あとジョイさんという女性と、はいはい、テッド・テラクラさんという、ね、はいはい、男性の3人で関わったトイックのパート3、パート4の本なんですけど、それは本来は速い音声を聞いて捉える力を使えようっていうことなんだけど、そのおまけ音声的な意味で亀速って言うと、当倍の 0.7 倍速のゆっくり再生した音声をつけたんですよね。でそれを実際に使って同じように言う。なるほど。そう、I'll be back in an hour って言って言ったらパッと言われへんじゃないですか。でもそれを I'll be back in an hour っていう風にちょっと落として 0.5 とか 0.7 ぐらいの倍スピードでやると聞き取りやすいし、はい、言うのもまあそんなに慌てずには言わずに済むから、まあ、真似しやすいでしょ。なるほど。じゃあ逆、亀をゆっくりの亀ってことですね、うんうんうん、亀のようにゆっくり、した音声を使ってまずその英語らしい音声を出せるようにすると。そしたらその後、当倍に持って行って練習する。そうですね。普通なんか、うん、早くするやつが多いですけどね、教材と逆に。そう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 。いや、まあもちろん聞くのは早くすると脳の回転力がね、はい、速くなって、いい効果はあると思うんですけど、アウトプットに関しては、そもそも全然違う音の仕組みなので、うん、同じスピードで最初から言えないはずなんですよ、ね。なるほど、なるほど。だからゆっくりした音声を真似して正しい音の組み合わせ、その筋肉の使い方を覚えてから速くするっていう方がいいと。なるほど、そういう方がですね、効果的なんですね、うん、じゃあぜひですね実践してください。亀速やってください。亀速最近アプリとかも結構出てますからね。そうね、速度変えられるやつね、うん、なんでその辺のやつもですね、利用してやってみてください、はい。それはあれですか、歩くのやつに入ってるんですか。そうそうそう、歩く独自でやってますか。歩く、歩子というアプリがね、歩くの出版社についてる音声は歩子というアプリを経由でダウンロードできる、ね、いろいろうちのトイックの特急シリーズとかはなんか ABC とかいうのを使ってますね。 ますね。あっちに入ってるかどうかはちょっと知らないですね、覚えてない。どうなんでしょうね、 ABC で、 ABC で、 ABC ではどう、ABC のにも入ってます、ありますね、うん、じゃあ、これ元から入ってるんですか、それとも調節して遅くするんですか、ね、この本に関しては、何ですか、 TOEIC L&R テストパート3 and 4 俺の変速リスニング1、2、うん、長いね、長いこれはもう最初からその 2.5 倍、2倍、1.5 倍、当倍、0.7 倍っていう、それだけの音声がもうすでに音声ソフトで加工したやつが入ってます。なるほど、ダウンロード音声の。これね、だから僕らの漫談も入ってるから長いのよ。そうなんですか。そうそうそう、漫談入ってる。テキストの文字を見なくてもいいっていう、まあ一回見た後の復習的なあれで言うと、その、まあ、僕らが音声でガイドしながらやってもらえる。そうなんですね、うん、2.5 倍速、2倍速、1.5 倍速、等倍速、0.7 倍速で収録って書いてますね、はいはい、高速、低速の順で、うん、へえ、そういう形で
やってるわけですね。そうですね。なるほど。おクエランダールテストパート3。どっからだったかな。ミーティング内ちょっと流していいのかな。うん、Hi, I'd like to send this package to Canada. I'm not sure what kinds of services are available for overseas shipping. If you want to be delivered quickly, you can use our express service, and it'll only take about 2-3 days by air. We also have some cheaper options, which will take from 1-3 weeks. I have some food items in it, so I better send it express. In case of food items, you need to fill out this form and declare that they are for personal use. Also, you need to specify the weight for each item in the box. Here, you can have a seat and do the paperwork first. まあ、僕は分かるんですよ。さあ、どうですか、これ。食べてる。これが問題よ。ちょっとなんか分かれへんでしょ。いやでもこれはこんなんです、ね、皆さん時間があったら巻き戻しボタンを押してこの 2.5 倍速トラックあと2回くらい聞いてみてください。うん、そうね、まあ、2回聞いても30秒ぐらいしかかかりませんし、できればやっておいていただきたいですね。そんな感じなんですね。そうそうそう、まあ、でも大体分かりはったのに 2.5 倍、はい、初見中から初めて聞いて、はい、さすが、ね、送りって必ず送りたいですそれ。Hi, I'd like to send this package to Canada. I'm not sure what types of services are available for overseas shipping. If you want it to be delivered quickly, you can use our express service, and it'll only take about 2-3 days by air.We also have some cheaper options, which will take from 1-3 weeks. こんな感じのを練習するわけです。リピートの時に。なるほど。こういう、ね、これ、まあ、テーマさんいるから多分使っても大丈夫なんでしょうね。許可大丈夫です。まあ、歩く的には大丈夫です。なるほど。こういう形で、やっていくですね。レイチェルの声でしたね。女性。よくいろんな本に登場するアメリカ人女性。私は直接お会いしたことないんですけどレイチェル噛まないんでね、かなりあのそうなんですよ、うん、重宝されている重宝されている方です、はい、えー、なるほど、こういうテクニックがあるわけですね、うん、シャドーイング、そう、なるほど、それは考えたことなかったですね。ゆっくりめので練習するっていう、ね、そうそう、僕もこの本が出てからそういえばいう感じで気づいたのが、うん、なるほど、数年前ですね、だから気づいたね。そうなんですね、うん、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.